エルニスト・ジュリオ・ナザレー、1863年3月20日から1934年2月4日は、ブラジルのピアニスト、作曲家。一生を、リオデジャネイロで過ごした。ブラジル風単語やショーロなど、国内の民族音楽に影響されたピアノ曲を、量産した。そのような作曲姿勢から、しばしば、ブラジルのショパンと呼ばれている。 ピアノ以外の音楽教育は学ばなかったため、残された作品はサロン商品と声楽曲ばかりであり、管弦楽曲や室内楽、カンタータやオラトリオのような分野の対策はなく、作曲技法も必ずしも洗練されていない。しかしながら民衆音楽の影響のもとに切り開いた独自の素朴な指教は、後にビライコールロボスからブラジルの魂と称賛された。 オデオン、単語の各府中三階級ながらもあまり豊かでない、下級管理の過程に生まれ、ショパンを愛する母親から、ピアノの手ほどきを受ける。早い年齢で類い稀な音楽的才能が認められ、家族ぐるみで付き合いのあった、アフロイコールアメリカンの作曲家、ルシアン・ランベールにも、音楽の手ほどきを受ける。1873年に、母親が亡くなってからもピアノを学び、間もなく、 作曲も手掛けるようになった。最初の出版作品のポルカ、ボセ、ベンサービボーチェベンサベは14歳になるまでに作曲、出版された。その後は、小路の学士たちとたむろして、敏感で独特なリズム感を身につける。マッシェ・マッシシアルングランド、小路,路・小路アフリカ系住民のダンスなど、様々な民族部局に影響された。長年なざは、 映画館オデオン座の待合室でピアニストとして働き、ここで最も有名な作品の一つ、オデオンを作曲した。外国から数少ない音楽家がブラジルを訪問した際、オデオン座のナザレーの演奏を見学したと言われる。1920年代初頭には音楽ショップにピアニストとして雇われる。顧客が購入する際に持ち寄ってきた楽譜を見ながら演奏し、 客の要望に沿うかどうかを確認してみせるのが任務だった。客の中にナザレ作品の楽譜を手図から引こうとする者がいると止めさせて解釈が誤っている特徴を言うのが常だったらしい。1920年代に聴覚異常をきたし始め、裁判年まで悪化する一方だった。娘と妻の相次ぐ死によりトラウマが引き起こされ、心の病も重くなるばかりだった。 1933年に精神病院に収容されたが、翌年に脱走して行方不明となり、懸命の捜索の結果、やがて森の中の滝で変死体となって発見された。検死結果によると歴史であったという。叱られて1907年作曲ナザレーは、新底からのブラジル人音楽家であり、音楽は楽しまれるべきであるとして、それ以上を望みはしなかった。 ほとんど独学であり、音楽活動のほとんどは、劇場や映画館の伴奏ピアニストとして、あるいは小劇場のアンサンブルでのピアニストとして、演奏するのに振り当てられた。そのような劇場アンサンブルの楽団員の知り合いには、後の大作曲家ベライコールロボスがおり、当時はチェリストとして活動していた。ナザレは、小路の発展の大元であり、ビライコールロボスは、 これに基づき、後に、自らの創作活動を繰り広げていったのである。ナザレーは、ブラジルの民族音楽以外にも、明らかに影響されており、子供時代に貪るようにして学んだ、ショパンの影響が中でも顕著である。また、1869年にキラホシのように、リオデジャネイロにデビューして、芝叩く間に、ブラジル楽団を席巻したゴッドシャルクの作風も、ナザレには、 お馴染みだった。作品には19世紀ヨーロッパのクラシック音楽の豊かな火星法がこだましながら、ナザレーの記事ブラジルのシンコペーションを伴う民族部局のリズム法に織り込まれていくのが認められる。その上、アメリカ合衆国のラグタイムや初期のジャズの正気味良いリズム感も健在である。これらの要素を統合して一つの有機体へと、 まとめ上げたことがナザレー独自の能力で、結果的にはピアノ曲のレパートリーだけでなく、20世紀の音楽にも重要な貢献を果たしている。ナザレーはショッパンやその他のヨーロッパの作曲家から霊感を受けたように、逆に自らも間接的とはいえ、ヨーロッパの作曲家に何かしらの影響を与えている。フランス人作曲家のダリウスミオは、 自伝の中でブラジル滞在中にリオデジャネイロの映画館でナザレイがピアノを演奏する風景を回想している。ミオはその音楽のリズムに立ちどころに取りなってブラジル音楽を極めてやろうと決心したというのである。その最終的な成果こそがミオのピアノ曲ブラジルの思い出サウズ・シュドゥ・ブラジルだった。ナザレイはブラジルのショパンと呼ばれているが、 だが作品に副題を好んで付けた点で、ショッパンとは違っており、ショッパンやホーレよりも、ヨーロッパのサロン音楽の伝統に忠実だったと言える。しかしながら19世紀から20世紀初頭まで、ヨーロッパでは、サロン商品にフランス語の題名をつける慣習が、まだ根強く残っていたのに対して、ナザレーは、母語のポルトガル語に固執した。また題名によって、ドビュッシー・やラベルのように、 美術や文学からのインスピレーションをほのめかしたり、リストのように詩的な連想を暗示することもなかった。ナザレーの曲名には、しばしば第三者にとって謎めいた響きを持つものもあるが、それらは実在する、スポーツチームやダンスクラブ、雑誌名など、ナザレーの日常生活の周辺から切り取られたもの、ばかりである。このような意味で、ナザレは、ブラジルのショパンと呼ぶよりは、むしろ、 ブラジルのクープランと呼んでこそふさわしい。およそ300曲のピアノ商品において、ナザレーは見事に大衆的なブラジル部曲のエッセンスを捕まえている。ナザレーは厳密には都会の聴衆のために作曲したのだが、その作品にはアフリカ系民族音楽の豊かな影響が息づいている。ほとんどの曲にスコット・ジョプリンが発想したようなシンコペーションが使われている。 ナザレーのピアノ曲には、ブラジルのありと、あらゆるダンスが盛り込まれている。マシシ、バトゥキ、サンバ、そして、中でも重要なのが単語である。後に、世界中を熱狂させ、石鹸した単語が、ブラジル生まれだったというだけでなく、実際には、ナザレー自身の作り出したジャンルだったという証拠になるからだ。もしそれが間違いだったとしても、 ブラジル風単語の発展に大方ナザレーが関わっており、このジャンルに優に百曲を残している。最も有名な作品に、ブレジェイロ・ブレイゲルー、雨のヘゼ・ダ・雨のレセダ、バンビーノ・バンビーノ、トラベス・トロベソ、フォン・フォン・フォン・フォン、テネブローズ・テナブローソがある。ナザレーが初めて、小ロと呼んだ作品のうち、アパニエイチ・カバキーニョ・アパンヘイ、テコバキーニョは、 様々な楽器アンサンブルによって演奏できる古典的名作である。晩年になって完全に聴覚を失うと創作活動にも支障をきたしたが、それでもブラジル国内ではなかなかナザレー人気は衰えなかった。ゴッドシャルクやジョプリンを評価する人たちなら、ナザレーの残した魅力的な宝石たちをきっとたちまち気に入るに違いない。作曲者の死後から、 半世紀を経た近年になって、ナザレ作品を集めたアルバム制作が世界的にも相次いでおり、最近では電気や作曲者に関する CD r o m も発表されている。ナザレはクラシックとポピュラー音楽にまたがって活動したことから、ナザレのピアノ曲はクラシックの学びでにも、ポピュラー音楽の学びでにも有用な教材とされつつある。ありがとうございます。